デニムのホットパンツホットパンツとは、0から1分以上前後の短いズボンのことである。主に女性用であるが、もともとは、成人男性用だった。ホットパンツを履いた女性ショートパンツの分類の中では、最も短いタイプのものがこれに当たる。一般的に女性の腰回りは、男性のものよりも広い傾向があるので、ホットパンツは、 男性用ズボンよりもヒップの部分を大きく取ってデザインされている。かつて男児の大半が着用していた自動用の半ズボンと同様に前述の定義の通りまた下がわずかしかないので太もものほぼ全体が露出する。またスカート着用時の見せパンとして履いている人も多くいる。いわゆるカジュアルファッションとしてのホットパンツには 体育座りや開脚などで容易に下着が見えるほど、また布の幅が狭いものもあり、これを着用することは女性にとっても勇気がいると言える。陶器であっても、ロングブーツや、レッグウォーマー等と合わせて、履くなど、太ももを強調しながら、露出を抑えて、防寒を行う組み合わせがあり、特に、ギャルファッションの定番となっている。足の露出が大きい分、 美脚であることが重要になるため、一般的には20代までで着用を得ることが多い。ホットパンツは、もともとは、竹の短いズボンの一種のことで、男性用の半ズボンのことを指しており、スポーツウェアとしても愛用されていた。当初は、暑い夏季に着用されたため、ホットパンツと呼ばれた。女性用のミニスカートに相当する。 男性用のズボンとして長く定着していたが、1971年頃になると、パリでのファッションで初めて女性用の短パンとして展示された時に、世間の人は衝撃を覚えたとされる。1960年代にスインギングロンドンという若者文化がイギリスを中心に発生する。反骨的でかつそれまでの社会を覆すような革命的な動き、あるいは 若者がより自由を象徴とし、より新しいモダニズムを主張した。これらの激しい流れに触発された同国のファッションデザイナーであるマリー・クワントが非常に竹の短いズボンを発表。この竹の短いズボンはスウィンギングロンドンの若者たちに非常に受け入れられ、1972年頃まで世界的な大流行を博した。ファッション界に ホットパンツという名称が登場したのは1971年春夏のパリコレクションである。非常に短い竹の当時としては斬新なズボンを見分して伝えたアメリカ合衆国のファッション業界専門誌、ウーマン、ウェアデイリーが記事の中でが新しいショートパンツとしてホットパンツを名付けた。このホットとは熱い。 最新のとやゆして報じられたと言われており、その真意までは定かではないが、ホットパンツの語源はこれではないかと言われている。2009年頃のギャル系、当時のモデル撮影でも全員がホットパンツであることがわかる。日本人の女性が下半身の服飾に対して革新的な変化が起こったのが、1967年にツイッギーが来日したことが期であったと言われる。 彼女の来日によって、日本国内で爆発的にミニスカートが人気となり、特に女性がアバンギャルドな方向性を持ったきっかけともなった。この傾向により、女性が足を露出することに抵抗がなくなったと言われ、ミニスカートの人気が冷めぬ前にホットパンツが国内に伝わったため、欧米と同様に女性の抵抗なく大流行し、 特に1971年から1972年までは海岸でのカジュアルなスタイルとして幅広い層の女性の間で大流行した。しかし、1972年の秋口からホットパンツがあまり見られなくなり次第にスカートなどのスタイルに押されるようになってくる。1980年代に入るとミニスカートと DC ブランドやヨーロピアンモードの流行により 女性が、より短いズボンを履くことがあまり見られなくなった。1990年代に再びカジュアルが復権し、ギャル系など、露出度の高いファッションを好む女性の間でも、ミニスカートが主流であった。2006年から2007年は冬ゆより、ショートパンツという名称で10歳代から20歳代向け、ファッション雑誌に多く登場するようになり、2006年、 周東東京ガールズコレクションでは、極ミニデニムパンツと紹介された。それまでのファッションでも1970年代ファッションが、しばしば流行していたが、若年層の女性歌手、女性タレントらが着用したことから、同年代の女性の間でも流行した。主に夏用の衣服ではあるが、近年では、真冬でも、タイツやブーツに合わせるコーディネートがよく見られる。ありがとうございます。